日曜日の20時になりました。香川のグルメのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計508店舗目のお店となります。そして今日はさぬきうどんではなく香川のラーメン屋さんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで今日向かっているのは香川県高松市にあるハマンド時和新町店さんの方へ向かっていっております。それではこのハマンド時和新町店さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.05 点、そして Google の点数が 4.3 点となっています。営業時間はお昼が11時から14時までで、夜が17時から22時まで、定休日は毎週日曜日です。車の場合最寄りが高松西インターなんですが、駐車場はありません。その代わり河原町駅から300メートルほどととても近い場所にあります。おすすめはいりこ白湯ラーメンです。今年の11月1日にオープンしたハマンドさんの姉妹店、ハマンド系列店の中でもこの時和新町店だけのメニューがいりこ白湯で、本店から仕入れた白湯にこちらで作った煮干しスープを合わせたものです。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。今日は高松の方に来てるんですけど、こちらの方と来ています。どうも、うどんは別腹のデブ吉です。はい、香川県の飲食ブロガー、デブ吉さんと、まあ、しょっちゅう来るんですけどね、いろんなところ結構行ってますね。今日はどこをおすすめしてくれるんですか？今日はね、浜戸時和新町店の方に来させていただきました。11月1日にできた。そうですね、新しいお店ですね、はい。早速行きましょう。行きましょう。おはようございます。はい、はい。お、が12月10日に始まったんですね。メインはこっちの煮干し食べた。僕は煮干しにします。はい、2つ選べるんですね、細麺と平打ち麺か。最初は平打ち麺の方の。あ、そうなんですか。はい、お願いします。はい、お荷物からお昼で使ってください。はい、お願いします。タイタン1つ、中華1つです。はい、ありがとうございます。店内はこんな感じになってます。縦に長いお店の作りをしていて、カウンター席だけで構成されているお店となっています。入り口すぐのところは赤いテーブルに赤い椅子、奥はこのようになっています。はい、お待たせしました。中華になります。お待たせしました。ありがとうございます。はい、タンメン。はい、どうさせてもらいます。デブキさんが頼んだ中華そば、今回これ初めてなんでね、すごい楽しみにしてます。はい、と
こっちがイリコパイタン。あ、じゃイリコパイタン。これね、どうしてもパイタンという子の方がね、若干混じしやすいんで、しっかり混ぜてから食べてもらう方がいいです。あ、了解です。よく混ぜて、いただきます。では、いただきます。澄んでますよね、色が。極細やね。まず先、スープから先。なんていうの、すごいすっきりした味がしてる。あー、なんか、この浜田さん。流行りの言葉で言ったら、淡麗。はい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 、はい、コクがあるのにすっきりしてるっていう。なうん。すごい美味しいです。うん。麺もしっかり、ストレート麺やけども、しっかりスープ絡んで美味しいね。うん。うん。ここも食べよう。いただきます。やっぱスープから行きたくなりますよね。よ最初ね、まず混ぜんとのに入れてもいいかもしれない。あ、本当です、うん、それでも十分いりこの香りです。いりこの味がしっかりする。いただこう。はいはいはい、あのまろやかないりこ系ですね、はい、でもしっかり混ぜて、あのまず一味なんかもっと強くなったような美味しい。ちょっとトロトロしとる系ですね。自分の好みの濃さを調整しながらね、うん、あーなんかちょっとご飯頼んでもよかったな。なんていう、なんかご飯ともそう合いそうな。麺ツルツルしてますね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。麺幅がすごいね。うん。ありがとうございます。ありがとうございました。チャーシューもなんかめっちゃ肉肉感あります。赤身の方も。今日の動画を見てラーメン食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録。ラーメン好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。サブチャンネルうどんタウンの方でコメント返しや毎日うどん動画も配信しておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。それでは最後の一口いただきます。さすがハマンドさんの姉妹店なだけあって、味に関しては間違いありません。まだ今はラーメンは2種類だけなんですけど、まだどんどん増やしていく予定もあるみたいなので、これからもお楽しみです。そして夜だけなんですけど、コマネチ餃子っていうのもあって、それもどうやらおすすめということです。三豊市にあるハマンドさんの系列店トライモンさんっていうところがあるんですけど、そこの英文っていう餃子をリニューアル、そして復刻版ということで出しているみたいです。餃子好きの方は必見です。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。カメが入ってます。どうも、ヤクタンです。毎日 YouTube で香川県のいろんな飲食店さんを紹介させていただいております。ということで、今日はですね、高松市にあるあのめちゃくちゃ人気なラーメン屋さんの方に向かっていっております。ということで、今日は香川県高松市にあるラーメン屋さんを紹介していこうと思います。そちらのお店、最寄り駅がめちゃくちゃ近くて、河原町駅でだいたい約 350m 程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては、栄田うどんの南新町店さんであったり、一服の町中店さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.53 点、Google の点数が 4.1 点となっていました。定休日ですが毎週火曜日となってます。ただ不定休もあるので、あの SNS に上がっている営業日カレンダーをチェックして行ってみてください。営業時間は11時から14時まで、夜が18時から21時までとなっています。ということで到着しました。それでは香川のグルメのお時間です。ということで、今日は高松市にあるラーメンすずむしさんの方に来ています。
こんにちは。ここいいですか？スズムシさんは駐車場はないんですけど、駅からすごい近い場所にあって、お昼近くになってくると行列ができる人気店となってます。土日祝は表に名簿があるので、それに名前記入して待ってください。で、平日は記入っていうのはないんですけど、途中で割り込みとかがないように全員揃ってから表で並ぶようにしてください。カウンターだけの作りとなってて、小学生未満のお子様は来店できないので、そこも注意です。すいません。はい。おすすめって言ったら何ですか？今日は暑いんで、冷やしの限定やってるんで。あ、数量限定。はい。冷やしにしました。しますか？あ、じゃあ冷やしで、はい、これ塩と醤油言ったら、塩がいいと思います。あ、ほな、はい、冷やし煮干しラーメンの塩、はい、お願いします、はいはい。あと、本日の炊き込みってこれ何なんですかね？これ日替わりでやってるんですけど、今日は赤土ごぼうと新生姜のきんぴらご飯。あ、じゃあそれの塩で。わかりました。はい、で、お願いします。はい。長崎のいりことか、もう息吹だけじゃなくて、もういろいろ合わせた方が美味しい県。うん、そうそうそう。へえ、すごい。味が強く出ます。あ、そうなんですね。ほんで、これがいい。あ、これも息吹も、息吹、ね、しっかり。すごいな。だけん、今日で言ったら3つ合わせとるってことですか？そうそうそう。へえ。店内はこんな感じになってます。こじんまりとしてて、カウンターが壁際と厨房側に2つあるだけの作りとなってます。で、待つときはお店の表、椅子があったりちょっと日よけがあったりするので、こちらでお待ちください。種が入りますと、はい、塩です。ありがとうございます。新生姜、はい、いただきます。それではいただきます。今回頼んだのは季節限定冷やし煮干しラーメンになります。醤油か塩かを選べるんですが、今回は塩。大きさは並のみとなってます。それではスープからいただきます。スープはもうめちゃくちゃすっきりとしてて、すっごい澄んだ色してます。で、味なんですけど、いりこがもう前面に出てるんですけど、でも臭みがほんと一切なくて、こうスッと入ってくるような感じです。今回僕は塩ベースの後冷たいのにしたから、結構この塩の濃さっていうのも感じやすくなってるのかなって思いました。上にはいりこオイルもかけられてるので、この油のいりこの美味しさも感じます。いぶきいりこに長崎のいりこ、あと千葉のいりこ、3種類のいりこをブレンドしてるということで、このいりこの味がかなり強く出てます。スズムシさん初来店の方におすすめする煮干しラーメンの冷たい版となります。麺はかなりツルツル、あとスベスベしたような舌触りの細麺です。グニッとしたような結構強い弾力があって、冷たいスープに合うような麺だなって思います。で、これ京都にある定額っていうかなり有名な製麺屋さんから仕入れてる麺ということで、すごい多くの麺の種類の中からこの冷やし煮干しラーメンに合う麺を選んでるということで、スズムシさんの中でも冷たいスープに合う麺、あと熱いスープに合う麺っていうのはもう全然違うものを使っているということです。このスープ、あと麺と一緒に食べて美味しかったのがやっぱりこの薬味でした。ネギに玉ねぎ、あとみょうがが乗ってて、僕は特にこのみょうがのさっぱり感っていうのがこのすっきりしたいりこスープになんかポイントとしてすごい合うなって思います。そしてメンマにチャーシューも2枚乗ってます。ということで、これちょっと折りたたんでちっちゃく見えるんですが、実はめっちゃでかいチャーシューもいただいていきます。これすごいこう脂が特徴的で、まったり甘いようなこう口の中で広がるような美味しさがありました。これ栗豚って言って、栗を餌に育てられた高級な白豚を使われているということで、通常の白豚と比べたら 50% から 60% 以上
霜降りが多いんですって。でこれレアチャーシューで調理されてるんで、赤身部分の肉質もすごい柔らかくてジューシーなチャーシューでした。めっちゃ美味しかったです。それでは日替わりの季節を感じる炊き込みご飯、この日は赤土ごぼうと新生姜のきんぴらご飯です。いただきます。これもすごい美味しかったです。ごぼうの風味にあの新生姜の爽やかなこう酸味がすごいポイントになって、めっちゃ相性いい組み合わせやなって思いました。これが日替わりっていうのがなんかすごい惜しかったです。ということで今日の動画見てラーメン食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、ラーメン好きや香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。やっぱりもうスズムシさんのラーメン間違いなかったです。僕の動画見ている方でもスズムシさんファンの方も多いんじゃなかろうかと思います。今回の冷やし煮干しラーメンは9月末を目安に終了する予定ですので、気になった方はそれまでにぜひ行ってみてください。また少し先の予定なんですが、どうやら10月に銀のだるまさんっていうラーメン屋さんともコラボするということです。ここら辺また SNS で情報上がってくると思います。定休日も SNS でカレンダーになって上がっているので、そちら合わせてチェックしてみてください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもヤグタンです。さあ今日は香川のラーメン屋さんになります。しかももうあの香川でめっちゃ有名なラーメン屋さんの系列店、真っ青なんですよ。店の外観がです、店の外観が真っ青で、まあ、煮干しラーメン、本当に香川らしいラーメンということなので、それを食べに行こうと思います。はい、ということで今日も安全運転で行ってきます。はい、今日向かっているのは香川県三豊市のラーメン屋さんです。最寄り駅肘台駅でだいたい 900m ぐらい離れた位置、周辺のうどん屋さんとして丸福うどんさんとか嫌い亭さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.04 点、 Google の点数が 4.0 点となっていました。定休日は毎週水曜日で、営業時間これ4月からこれに変わります。月火木日が11時から15時まで、金土はそれに加えて夜営業やられてて17時から21時までとなっています。ということで到着です。はい、ということで到着しました。看板とかは青いんですけど、お店の外観自体はそんな青くなかったです。はい、ということで今日はですね、三豊市にあるラーメン屋さん一正麺 AKA ラーメン森さんの方に来ています。芳醇煮干し醤油ってね、大きく看板に書かれてるんでめっちゃ楽しみです。はい、ということで早速食べていきます。それでは入店していきましょう。こちら以前はトライモンっていう名前の赤い外装のラーメン屋さんだったんですけど、それがですね、店名外装あとメニューも一新リニューアルして、去年の10月31日に新しくオープンしたお店となります。こんにちは。入り口は二重扉になってます。田んぼも近いんで虫入ってこないようにあのしっかり閉めてください。一人です。カウント席どうぞ。はい、トライモン時代から変わらずハマンドさんの系列店にはなるんですけど、今回はですね、大将が変わってハマンドの森大将の次男さんが新しくこう店長をやられているということです。すいません、注文いいですか。はじめましてお待ちどうさまです。魚群醤油ラーメン、はい、魚群醤油麺、はい、と、はい、これシューマイって豚と牛ってどっちがおすすめですか。豚だと思います。豚、あ、じゃあ豚にします。はいはい、お時間の方が蒸し時間15分ほどいただいてるんですけれども、あ、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、はい、以上で、はい、ご確認お願いいたします。魚群醤油麺がお一つとブーマイがお一つでよろしかったですか。ブーマイって言うんですね。はい、ブーマイ一つで、はい、ありがとうございます。はい、豚一です。ラーメンとシューマイがメインのお店となってて、シューマイは2種類、牛とあと豚があったんですけど、今回はですね、メニュー表の表記順も上にあった豚ブーマイっていうやつにしてみました。作るのにちょっと時間かかって約15分ぐらいということです。で、今回はですね、ラーメンと同じくらいの時間に出るようにっていうことでリクエストさせていただきました。今日食べに来ているお店は一正麺 AKA ラーメン森さんになります。
駐車場、このお店の前に白線引かれているところと、でその奥の、 あの土の駐車場のところも止めて大丈夫ということです。そして店内こんな感じになってて、入り口の方に座敷席、窓側に半個室っぽくなっているテーブル席で、オープンキッチンみたいになってて、そこにカウンター席がずらっと並んでます。メニュー表こんな感じで、ラーメンが3種類、魚群醤油麺、ニンニク豚カツオ麺、豚ネギつけ麺と、この3種類です。で僕は今回頼んだ魚群醤油麺、これ一押しのメニューということだったんですけど、税込みで850円になってました。でラーメンと2枚看板でやってるんですけど、それがシューマイになります。ブーマイと牛マイ2個あって、豚肉牛肉がメインのシューマイっていうことなんですけど、ブーマイ3個入り500円、はちょっと高いなって思うかもしれないんですけど、これ実物で届いたら、あ、納得っていう感じになると思います。お酒類と、あとちょっとした一品物も置いてるんで、ちょっと飲みに行きたいっていう時にも使えると思います。ラーメンにはチャーシューが標準で乗ってくるんですけど、それリクエストしたら変更も可能ということです。お冷やは自分で入れてください。でこの台のところに調味料、黒胡椒とか、あとお箸、レンゲも机に置いてあります。でこの厨房の奥、岡の親鳥、いりこの魚介、トンは油がうまいんじゃ、俺は危ないもんを出すって、すごいね、あの惹かれるワードがあります。それではいただきます。今回頼んだのは魚群醤油麺です。3種類ある麺系のメニューの中で一番上にあるこのお店の看板のラーメンでもあります。でブーマイは多分もうちょっとぐらいしたらできるはずなんで、もう先にスープからいただいていきます。スープはすごいいろんな具材の美味しさを感じる、ちょっと甘めなスープとなってました。めっちゃいろんなコク感じるんですけど、これが結構あっさり飲めるんですよね。鶏肉を使った濃い口の醤油ラーメンになるんですけど、魚群醤油麺って名前のだけあって、魚介もかなりいろんな種類を使われてます。瀬戸内の煮干しいりこ、カツオ、サバ、アジ、エビ、ソーダガツオとか、本当に、あ、なんだろう、芳醇っていう表現がめっちゃぴったりやなって思うんですよね。飲んだらあっさりなんですけど、すっごいいろんなコクを感じるようなスープです。スープの表面には油がちょっと浮いてて、でスープの中にはよく見たこの魚介系のかけらがあるんですよね。魚介だしのよく効いた香川らしいあっさりだけど濃いめなラーメンです。お待たせしました。 ありがとうございます。味ついてるんで、このままこのままですね。このままいきます。はい、ありがとうございます。麺は太めなストレート麺となってました。ちょっと黄色い中華麺みたいな感じです。スープに負けない存在感というか、こうプリッとして、こうツルツル舌触りのいい麺となってます。具材としてはネギと、あとチャーシューが2枚乗ってて、チャーシューなんですけど、もう本当あの器の幅くらいある大きさのと、あとそれの半分くらいの大きさで、でもそっちの方は表面が炙られてました。これがもう持ち上げたら分かりやすいんですけど、めっちゃ大きいわ、めっちゃ分厚いわなんですよね。ということでチャーシューいただきます。このチャーシューがもうめちゃくちゃ美味しくて、こんな分厚いのにすっごい柔らかいんです。噛む力ほとんどいらなかったです。ただ脂身が多めなんで、結構こってりしたチャーシューにはなると思います。標準が僕が今食べてる国産の豚バラ煮豚のチャーシューになるんですけど、これ結構脂身感が強いんで、そういうの苦手だよっていう方は豚肩ロースの生ハム焼き豚に変更することができるということなので、注文の時にあのお店の方に言ってみてください。それではブーマイもいただきます。ワンサイズがもうめちゃくちゃ大きいのが3個、もうせいろにパンパンに詰まってます。ぎっしり詰まったんには、これ肉だけじゃなくて、よく見たらいろいろ入ってるんですよね。まずこの豚なんですけど、さぬきオリーブ豚が 100% 使われているのを、いりこだしであったり、あと親鶏のスープでこう練ってあんにされているということです。で他の具材ももうあの形が見えるくらいに大きく入ってて、まあ、それが何かって言ったら玉ねぎとか、あと白ねぎ、干し椎茸、干し貝柱、あんで生姜とか黒胡椒とか、まあ、いろいろ入ってるっていうことなんで、ほんと具材が大きいんですよ。だからもう全然これだけ食べても、この具材の
旨味で美味しいなっていうのをすごい感じるぐらい美味しいあのシューマイでした。しかもこれ全て手作りで、あの売り切れコメントのことなので、がっつり行きたい方、ラーメンと一緒に売り切れる前にシューマイ注文してみてください。それでは最後の一口いただきます。ラーメン屋さんのサイドメニューって言ったらすごい餃子のイメージが僕の中で強かったんですけど、それがシューマイっていうところにすごいこだわりを感じました。ちょっと値は張るんですけど、あの量もすごい多いんで、まあ、食べきれないっていう方、あのテイクアウトもやられてるということなので、そうやって買うのもいいと思います。ちなみに前の店舗だったトライモンさんの初代店長が帰ってきて、今の一生麺の店長になられてるということです。俺危ないもんを出すっていうあの文言をあの書いた店長ですね。もうこれからどんな新しいメニューが出てくるのかとかも非常に楽しみです。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもヤグタウンです。さあ今日はさぬきうどん屋さんじゃなくて、さぬきのラーメン屋さんの方に向かってます。でそのお店なんですけど、川といったらやっぱりあの伊吹島のいりこっていうのがすごいめちゃくちゃ有名なんですよ。いりこがすごい有名なんですよ。そういってうどんの出汁とかにもたくさん使われてるんですけど、今回そのラーメン屋さん、かなりいりこを効かした、ラーメンを出されている、もうほぼ専門店みたいな、感じのところに行こうと思っております。はい、ということで、到着しました。こちら、いりこといったら伊吹島、伊吹島といったら観音寺市ということで、観音寺市にあるラーメン屋さんです。はい、麺匠いりこ屋さんになります。もうね、店名もそのままですね、いりこラーメンのお店となってます。はい、それでは早速食べに行きます。それでは入店していきましょう。振動家具駐車場も利用可能って書いてたんですけど、これお店の横にある家具屋さんがやってるラーメン屋さんになります。店頭にメニュー表を飾ってあって、特徴も詳しく書いてくれてるんで、ここであらかじめ何頼むか決めて入っていくのもいいと思います。こんにちは。入ってすぐに伊吹いりこの箱が置いてあります。てくらいこの地元とか、あと国産の食材にこだわりを持ったラーメン屋さんです。でこちら注文は食券制となってるんで、まず入ってこう右手側にあるここで券の方を購入していきましょう。麺系はあっさり濃厚をつけそば季節限定の4種類あって、それにご飯物でいりこ飯とチャーシュー丼の2種類があります。それぞれを単品で買うより、ラーメンとご飯セットになってるやつの方が50円お得になってます。上の大きいボタンが単品で、下の方がセットになってるんで、これ間違えずこうセットした人は下の方を押して買ってください。券売機アップにしたらこんな感じで、一番上が麺系 で中間あたりにこうご飯系の単品があって、一番下これがセットです。左がいりこ飯セット黄色いやつで、僕は今回この右手側の赤いチャーシュー丼セットのいりこそば濃厚にしてみました。それでは券取ってお店の方に渡して、空いてる席でできるまでちょっと待ちましょう。はい、お願いします。はい、メニュー表こんな感じになってます。いりこそばは、あっさりと濃厚の2種類あります。あっさりの方は濃厚とベースは一緒なんですけど、丸福醤油に柚子で味付けされたかなりあっさりしたラーメンとなってます。いりこつけそばっていうのと、あと季節限定のメニューがあるんですけど、今この書いてるあさりそばは4月30日までということです。あと丼系がいりこ飯とレアチャーシュー丼、僕は今回レアチャーシュー丼の方を注文しています。こちらのラーメン、あっさり濃厚2種類がこうインターネットでも買えるみたいです。家具屋さんっぽい木をよく使った内装で、天井もめっちゃ高くて開放感あるんですよね。ラーメン屋さんなんですけど、なんかおしゃれなカフェみたいな、女性でも一人で来れる来やすいような雰囲気なお店です。こちら2020年にオープンしたんですけど、開店にあたり店主さん自ら広島県の三原の行列のできる名店、塩そば前田さんっていうところで修行されたということです。はい、ありがとうございます。いりこからお食べください。いりこから、はい、はい、油で揚げてます。ありがとうございます、はい、それではいただきます。今回頼んだのはいりこそば濃厚の方です。セットでご飯物チャーシュー丼にしました。お盆に乗ってくるんですけど、なんかこれもあの OSB 合板っていうんですかね、これもなんかお盆もおしゃれなんですよね。いりこそば濃厚にはメンマにエビチクワ、あと大きいレアチャーシューの上に揚げいりこが乗ってます。ということで、まずは揚げいりこの方からいただいていきます。
この揚げいりこがもうめちゃくちゃ美味しかったんですよね。あの揚げたてのサクサクで、まあ、しかも熱々っていういりこの香ばしさに、あと油の旨味みたいなのもすっごい感じました。これはあの最初に食べてほしいっていう理由がわかります。出来たてがいっちゃん美味しいやつです。スープもすっごく美味しかったです。想像以上にこう甘めなスープなんですよね。でこの甘さなんですけど、多分白味噌の甘さだと思います。豚骨にあと白味噌の甘みも加わったすごい深いコクがあるんですよね。伊吹島産のいりこだし、国産昆布、鰹節、椎茸がベースになってるんですけど、それに白味噌ですごいクリーミーな感じというか、ただいりこを味わいたいんやったらあっさりの方がもしかしたら向いてるのかなとも思います。麺は中細なストレート麺になってて、この麺の中に粒みたいなの見えるんですよね。これが国産小麦にさぬきの夢の全粒がブレンドされてるからで、それが粒になって見えてるんですね。シコシコ食感にこうツルツルした表面で、ね、全粒粉なんでこう小麦の香りみたいなのも感じれる非常に美味しい麺でした。それではレアチャーシューもいただきます。こうピンクがかった色で、ほんと1枚が大きいんですよね。僕のこの顔の横の方に並べてもこの大きさ伝わるかなと思います。しっとりしてて、こう噛むほどに肉の脂出てきます。赤身とこのサシっていうんですかねのバランス絶妙で、すごいめっちゃ柔らかくてジューシーでした。ブランド豚のさぬき米豚っていうのを使っているらしくて、それの肩ロースなんですけど、低温でじっくり加熱することでこう旨味が詰まってる感じがめちゃくちゃわかります。他に具材としては1本が太いメンマが2本乗ってるのと、エビちくわ、これ一切れ乗ってます。このエビちくわも地元観音寺産のを使ってます。ちょっと一口サイズなんで、こうエビチク自体の味は感じにくいかもしれないんですけど、もう見栄えがいいですよね。それではレアチャーシュー丼もいただきます。角切りのチャーシューがゴロゴロ入ってて、水菜みたいなのが添えられてます。でこれ最初僕お箸で食べようと思ったんですけど、めっちゃ食べにくかったんですよ。だからあのレンゲ使ってもがっつり取っちゃうのがおすすめだと思います。個人的にラーメンの上のチャーシューよりこっちのチャーシューの方がすごい好きでした。まずあのブロックになっててでかいのと、でかいからこそこのしっとり食感と旨味みたいなすっごい感じやすくなってると思うんですよね。あとチャーシューが少し炙られててめっちゃ香ばしい香りするんですよ。炙った分こう油の旨味みたいなのも感じやすくなってると思います。この酸味の効いたタレがすっごい合います。それでは最後の一口いただきます。以前僕あっさりいただいたんですけど、個人的にはもう今回の濃厚の方が僕は好きでした。あくまで濃厚でこってりとは違うんですよね。なんかこう濃厚やけど食べやすいっていうような、そんな感じのラーメンでした。まだ僕食べてないいりこつけそばの方はどうやら麺の種類が違ってて、平打ちの手もみ麺を使ってるみたいです。あと季節限定のラーメンなんですけど、どうやら5月から変わるっぽいので、ちょっとそこら辺も気になります。 SNS チェックするか店頭実際行ってみて確認するのもいいと思います。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。いりこ油丼がいよいよ販売されました。